こんばんは。今回は2月16日リリース、空の勇者たちやっていきます。ゲーム内容は RPG、ロープレイみたいですね。ちょっとね、サイト、説明の見たら、アクション RPG に見えましたね。やっていきます。サーバーは今、全部で8個みたいですね。8でいいかな。全部快適になってますね。やろう。あなたのために、全力を尽くします。あなたの手を狙うか。頭を撃ち抜くかは私次第ですよ。なぜ空飛ぶほうきがないのだ。攻めも守りも俺に任せろ。刃と死、それは表裏一体だ。お、推奨は進化になってますね。自分ね、回復系が好きなんで。あなたのために全力を尽くします。それでやる。これの男キャラでいいか。治療も戦闘もできてこそ真の天才だ。なるほど、会話が違うんだ。あ、動かない。ここでキャラメイクできるんですね。あ、動く、いいね。色変えようかな。顔、もともとの顔とか変えられない。顔はないのかな。右と左変えたいんだけどね。これでいいか。これでいこう。あ、こっからか。なるほど。あ、ボイスはないみたいですね。あ、でもキャラは可愛いな。方向キーを動かし、前へ移動しましょう。はい、オートになるんだ。よくできました。前進を続けましょう。あ、スキルはレベル37、画面右下ですね。37、18、28で開放みたいですね。これがアクションかな。なるほど。 OK。 気をつけて、橋が落ちそう。お、ちょ、ボイスあるね。出た。はっはっはっ。深淵の兵士が押し寄せてる。早く来て。戦闘ここ。行かないといけない前に。どっちか。あれ、あ、スキルがある。回復系のやつはないのかな。大丈夫、まだ動ける。こんなところで深淵に不意打ちされるなんて。あいつらはあなたの聖なる指輪を狙ってきたんだと思う。雲の城に戻ろう。タップしたら自動で行く。オッケー。ここの画面の左、これタップすると自動でいきますね。楽だ。加速？おお、なるほど。キュッ。これ、はい。はい。はい。キュッ。ちょっと重いかもしれない。新しい使い魔を獲得しました。使い魔。使い魔のスキルを発動しましょう。すごい。はっ。はい。はっ。範囲がでかいな、結構。雲の城への道は目の前よ。重い。あれは深淵の裂け目がどうして雲の城に。急いで、雲の城に危険が迫ってる。スカイウォーカー、聖騎を渡せ。早く止めなきゃ。
じゃあで、これはどうだ次のこれはやばい、受けないとタイマホックみたいなはっ、フルタイマーあるんだね。やばい、やばい、やばい、重いんだよね、ちょっと。あ、あなたは正気を持っていって、こいつは私が何とかする。正義の名のもとにお前の息の根を止めてみせる。狩りしてんだね。ちょっと重いかな。装備、はい。やっぱここで戦うの。ここはこれじゃダメなのか、やんないと。いいのかな。あ、いいんだ。運命のベールを剥がせる者は誰かしら。早くなるんだって。早い早い。戦わないとだね、これ。おいおい。やられるもんか。合体チョープ。ブブー。スーパーモコモコ。でかいぞ。スーパーモコモコ。力を失
教えてくれてる。なるほど。運命のベールを剥がせる者は誰かしら。ちょっと止めたいんだけどな。チャットをね、消したいんですけど。なんかどんどん勝手にいってる、自動で。あ、自動。洗濯が終わったら、粉引きを手伝いに行くわ。ちょっと、自動。これこれ。これ切らないと。OK。あとチャットを切ろう。これはいいのかな？システムになってるからいいんでしょうね。プレゼントってここにある。ああ、はい。一括がない。ああ、選ぶんだ。ちょっと見えないんですよね、ここ。これが。はい、ここ。ここは乗り物？これどこ行った？あ、乗ってる！ココちゃんに乗ってるってことかな、これ。自動にしとけばもう勝手に行くんですね、ここ押して。これ、違うんだ。星のレアリティみたいなのが分かるってことかな。星だよね、向け。進化。なるほど。星。ああ、はい。かつ。あ、なるほど。強くなった。こういうの好きね。洗濯が終わったら粉引きを手伝いに行くわ。自動にしたんだけどな。あ、はい、釣ろうと釣るまいと魚はそこにおるのじゃ。いいね、これかわいい。狙いを定めろ、気を緩めるな。グラフィックとか結構好きなんだけど、ちょっと重いのが難点ですね。自分だけなのかな、ちょっと重く感じるけど。会話っていうのかしてるわ。あ、楽だ。なるほど、これを押してたら戦闘が自動なんだ。任務を果たしたら海を見に行くの。言ってることと書いてることはちょっと違うけど。体調かっこいいな。これがついてきてるのか、あれだ。いいね、さっきあの洗濯が終わったら粉引きを手伝いに行くわ。はい、はい、運命のベールを剥がせる者は誰かしら。レベル17になったんだ、いつの間にか。これだよね、画面左上のあのアイコンの左上の方に17って書いてある。これはレベルだよ。運命のベールを剥がせる者は誰かしら。ここないのが
寂しいな、ボイスが。これかわいいわ、このここが。おはんこだよね。パウーン！ちょっと後ろ止めたら止まる。止まんないわ。絵とか結構好きですね。戦闘も自動で勝手にやってくれるし楽だし、いいですね。ちょっとね、人が多いんでしょうね。重く感じますね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。